ちょっと少しでいつよ。引っ張りすぎだ。泉がかわいそうだと思わないの？1週間ぐらいでなんとかなるかな。なんで1週間だよそんな。でも忙しいんだって。これは泉のエピソードですね。帰り道にポスターを何枚も見かけるというのがくどかったので、カットしたショットとかあります。ほらまたった。実はこの3人がいなくなった、お化け屋敷に忍び込んだというのはビデオ版のジオン2のエンディングにあるんですが、気づいた人がいるかもしれません。泉は家の帰り、何かが追ってきてるような気配を感じています。あのショットもなかったですね。泉のエピソードに関してはお母さんとの関係性を示すためにいろいろ撮ったショットがあるんですが、テンポが悪いのとですね、泉かいというふうになんとなく往年のドラマを思わせるような、今見ると笑いに走りがちな流れになってしまったので、この辺はカットしてますね。おそらくこのお母さんは亡くなったお父さんをずっと引きずって仏壇を見ているんです。それが嫌で仕方ない娘がここにいるというふうにしてました。